どうも柴です。本日はですね、みんな大好き勝也さんから何やらデブ飯が出たらしいので、それを調査しようと思います。というか、勝也さんって基本的にデブ飯よく出しますね。ですよね。期間限定で、だからデブのための店なんですけど、今日のはね、なんかね、ワンプレートにフル盛りっていうのがあるらしいの。もうまさにワンプレートでフル盛りなんてデブ飯じゃないですか。だからほんまかどうかちょっと調査に行きたいと思います。ということで行きましょう。いつも食ってんのフル盛りっぽいけどな。え、それを言っちゃおしまいだろ。体が証明してますから。フル盛りな。邪魔しちゃう。写すのやめて。ズボン長すぎ問題な。足短っ。だから写すな言うてるよ。このことはどうでもいい。行きましょう。ということでやってまいりましたよ。で、どれなん。まあ表でも説明したけど、このフルボリュームな。ほうほうほう。フル盛りプレートけどな、これフルボリュームって言ってもな、まあ、全然足れへんと思うわ僕、な、ハンバーグ、ベーコン、エッグ、エビフライ、唐揚げ、カレー、あ、カレーもついてんの。なるほどな、けどやっぱエビフライ1本じゃ足りひんし、やっぱ揚げ物もうちょっと欲しいから、ちょっとそこをトッピングして本当のフル盛りプレート作っていきたいと思います。わかりました、はい。やってくれたなこれ。すごい。ちょっと見て、ボジョン見て、シバ流フル盛りプレート。フル盛りすぎやろこれ。言ってやろ。これな、僕思ってトッピングしたから、はい、別皿でくると思って、はい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 、ちゃんと乗せてくれたのすごい嬉しいな。唐揚げにエビフライに、これがメンチカツか、にさらにメンチカツ、でエビフライ3本、にこれがまたメンチカツ、あれメンチカツばっかりやで。おかしい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 。ハンバーグ折れへんで。ハン、あ、これハンバーグや。え、ハンバーグ揚げてんの。揚げてる。それもうメンチカツ。ハンバーグ揚げたらメンチカツやでな。あ、これやハンバーグ、これこっちやの、まあ、とりあえずちょっと食べていくか。どっちにしても茶色一色です。ですね、はい、ではいただきます。ハンバーグ、ハンバーグどこ行った思ったの。ハンバーグマジで揚げたミンチカツやでな。そうやでな。ミンチカツとの違いもその辺も含めてさ、ちょ調査するわな。押してして。じゃあとりあえず、あうまっ。豚汁めっちゃうまいな、ね、やっぱりうまいな、あ、ベーコンもおんねん。ベーコンエッグもおるから。ベーコンエッグおる。ちょっと見えへんけど隠れてんな。じゃあちょっとこれから行こうよ。これがハンバーグやろ多分。検証して。これデブやぞ。ハンバーグ揚げたらデブでしょ。ハンバーグだ。ミンチカツじゃないの。ミンチカツっぽいやつちょっと検証してみようか。やっぱり最初に食べたのはハンバーグやわ。あ、そう、何がどう違うの。若干の味が違うけど、揚げるとほぼ一緒。そうですよね。ですよね。いや、ハンバーグうまい。香りが違う。下味とかが違うんかな。これもハンバーグや。もうわけわからん。わけわからん。ざっくり言うと、揚げるとほんまにな、同じ味になる。なるほどね。油の力は偉大や。けど、めっちゃうまいね。なるほど、カレーな。カレーおんねんけど、やっぱカレーといえばエビフライでしょ。うまっ。カツヤのエビフライめちゃめちゃうまい。揚げ方が上手やから。そうやな。カツヤさん独自のな。カツヤさんのエビフライは、エビの香りがいい。なんでやろ。これもしかしたら何かやってるかもね。どういうこと。だからもう先っぽ食べた時からこの甲殻類のすごい香りがする。なんでやろな。おいしい。あー、今日の酒は甘いな。あ、麦ね、麦。
炭酸入ってへんけどな、うん、お茶やなこれ。ああそれが一番いい、ね、健康にな。じゃあカレー食べていこう。ご飯どこにおんのっていう話や。おっとご飯も大盛りやからね。うん、うまっ。あ、勝也さんのカレー美味しい。美味しいよね。うん、うまっ。揚げ物に合うセッティングをしてあるからさ、うん、絶対うまいよ。揚げ物に合うセッティングじゃないと思うけど、うん、揚げ物がカレーに合いすぎるだけ。そっちなんかな。カレーのトッピングって全部揚げ物や、ほぼ。揚げ物にカレーを寄してる風じゃないの。違うな。あ、ちゃうんや。違うな。へえ。揚げ物には合うわな。うんうんうん、確かにね。スープカレーやとあんま揚げ物合えへんもんな。あ、そうやな、うん、野菜系やもな、うん、スープカレーはな、うんうん、な、一個だけ言っていいですか、うん、カレー足りません。そうやろうな、うん、間違いないな。な、とんかつソースかけたらいいやもん。そうや、カレーとソースって相性抜群やもん。合うからな、な、うんうん、そうや、絶対うまいわそれ。では改めてちょっと味わってみますよ。うんうん、これや、これ一番はカレーどこ行ってん、カレーどこ行ってん。一番はもう間違いではないよな。じゃあちょっと麺いっていいですか。麺、麺、あ、メインね、うん、はい、まあ、ちょっといただきましょうか、ね、ベーコンと一緒に。これはね、男やったら一口で行くのがいいよ。これご褒美やから、これ一口で行く。ご褒美いただきます。一番前、勝也さん切れてくんで、うちとんかつがおりやん、ベーコンエッグ売りちゃうぞ、よそ行け言われんで。えらい強気なんですね、勝也さん。勝也さん強気や。ちょっと強気、うん、強すぎませんか。それだって勝也さんじゃなくなるもん、ベーコンエッグ屋さんになるやん、それ。最近勝也さんさ、うん、何かにつけて目玉焼き乗ってない。前もなんか目玉焼き乗ってるのか。あ、なるほど、卵に頼りすぎな。最近ちょっと卵さ、値段落ち着いてきたからさ、うんうん、今やみたいな感じで、意外に評判良かったから、ちょっともう卵屋しようかなみたいな感じさ。なるほどね。なんで増えたか知ってる？よそがカツ丼に生卵を乗したりして、うん、映えてるから真似してんね、映え狙い。それはあるかもしれない、うん、美味しそうに見えるしな。美味しそうに見える。意外な場所の映えスポットと一緒や。なるほど、うん、まあ僕の肌の表面も映えてる。それ映えてるって言えへん、老害って言うんですよ。老害、老害じゃん、被害で、被害、被害。あの一番今日坊ちゃんに言われてますが、気づかったことが老害です。老害ですよ、僕らぐらいの年ぐらいじゃない。今日ちょうどこう、あの老害うざいわみたいな、うん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 、感じのこう、なんていうの、たまにあるやん。ある。自分がそっちに行っちゃった。なんかすごい悲しくなった。もうね、柴さん40でしょ、うん、年齢的にもう20代、10代後半、30代、もう下がどんどんできてきてるわけですよ。うまいな。自分は老害になっていってんのよ。大丈夫、僕まだ心は10代や。それ老害やで。だって実際動かれへん。この間も単価またがれへんかったやん。 あの歩道の手すり的なところで。そう家でおとなしくしとくわ。引きこもっとくわ。体は正直や。坊ちゃんも食べていきましょう。悲しいな。一番カレーで高いの頼んだった。うざい。エビ、ヒレ、ミンチカツ。今日は僕もフルボリュームにしてた。なるほど、いつもフルボリュームやけどな。いやいつも控え気味だから。これにさ、カレーにはソースがいるよね。これ合うんだって。まあ合うやろうけど、カレーにさ、とんかつソースか、ウスターソースじゃない。ソースは一緒です。全ての食材がギュッとなってるから。まあまあ確かにな。いただきます。あ、けどめっちゃうまそう。あ、そういきます。うん、フォーク神。うん、それスプーンの仕事じゃん。フォークでいけんねん。、うん、フォークを発明したやつにはノーベル賞あげるよ。スプーンは、スプーンにはスプーンあげへん。なんで？刺されへんやん。けどスプーンないとさ、もう言ったらさ、スープ飲まれへん。持ったらええやん。直にこうやってさ、うん、あ、ズルズルしたらいい。うん、でこういって、うん、うん、噛み、
んでこっち携帯触るあのここに老害おってんけど高い様ですね。そうやった、うん、でも柴さん今映えスポットで一番映えるところかしてる、パワースポット的な、まあ、パワースポットにもなるんかな、大仏違うよ救急車の中です。なんで消防庁が動画作って警察するぐらい流行ってんの。え、どういうこと、どういうこと、救急車の中ってめったに乗られへんやん、機材いっぱい使ってるやん、ドクタードクターヘリとか、そうそう、あん中で記念撮影すんねんて、うん、いや、やばないそれ、流行ってるらしい、映えるって。いや、その前にもう映え気にできるぐらいやったらもうタクシーで行けや、うん、ほんで、付き添いしてる救急隊にちょっと撮ってやってカメラ渡すらしい。そうでしょ、そうでしょ、ほんまほんま、いや、もうあのタクシーで行けやって言うわ、僕がやったらあかんね、それじゃあかんね、撮られねん、映えスポット、あのな、アメリカやったら救急車呼んだ時点じゃ確かな20万ぐらい取られる。ああ、そっか、うん、日本やからか、だから無料や、うん、うん、だからそういうことするのか。あ、でも救急車で行ったらな、夜間診療所あるやん、うん、あそこってめっちゃ並んでるやん、うんうんうん、もうほんま2時間3時間待ちとかざらやん、うん、なんもういらっしゃったって言ってても骨折してても、僕骨折した時3時間ぐらい待たされたわ、うんうんうん、けどな救急車で行くやろ、一発目に入れん。そういうことか、うん、まず見て、うん、あ、大丈夫からもう向こうね、並んでねみたいな、うんうんうん、でも一発目に絶対見てもらえるから。なるほど、ちょっとあれな、ちょっとあれ、あのなんか制度を悪用するの良くないと思う。救急車はタクシー代わりとか。そうやね、もうタクシー代わりじゃない、最近タクシー代わりもう一昔前や古い古いね、古い、今はもう映えスポットや、マジ動画上がってるから見て。いや、もうそれ炎上しかせえへん、流行ってんねん、消防庁がちゃんと動画作るほど流行ってんねん。どんな動画作ってんの。救急車の中でイエーイって映えスポットみたいな写真、消防庁が作ってんの、うん、こういうことしちゃダメだよ、あ、ダメだよ、ダメだよって再現して公認なんかなと思って一瞬びっくりした。で、これしてあかんよ、啓発動画。おー、じゃああれやな、三角公園とか、あの辺に三角公園ってのはイベントとかで、うんうんうん、救急車のレプリカを公園に置こう。あ、それレプリカをな。あ、それはいいわ。で、その時にね、うんうん、でも救急隊員おれへん。え、救急隊員がいいねん。いんの、うん、まあまあ、白衣着てコスプレしてイエーイって撮って、で写真撮ったら言われんねや、あ、それにしてもや、後ろのあの繊細さが違うみたい、めっちゃこの辺雑い、あ、アンチな、もうなんかボタンとかめっちゃ雑い、なんか印刷してるだけでさ凹凸感がないみたい、写真やんみたいな。それな、あるでるある普通のハイエース置いただけで、なんかラッピング、そう、ラッピングバレるか、まあありかもしれんな、まあまああり、本物使われるよりはな、うん、ということで大満足でごちそうさまでした、ごちそうさまでした、うん、結構ボリュームあるで、あのワンプレート、うんうんうん、まあ、だいぶ足したけどね、そうやな、もうぜひみんなあの食べてみて何を足したか、うん、コメント欄に書いてください。ではデザートいきましょう。サーティワンで10キロ食いしようか。あのですね、うん、ガチで映えスポット行かなあかんと思うでということで本日もありがとうございました。またねみたいな。なるなる。マジで出ていけっていうわ。